フォーラムには県内の企業経営者ら250人が参加しました。この中でアイリスグループの大山健太郎会長は、東日本大震災での節電需要に対応した LED 照明の普及やコロナ禍でのマスクの増産などニーズをいち早く捉えた商品開発の重要性を語りました。早くやるかやらないか、皆さん方が気づいていることを我々は一つに早くやるスポローズとし、それを早く市場に流す、まあ、それがおかげでですね、結果的にはお客様に、喜んでいただきたいのも。またフォーラムの主催者からは、後継者不足の解決に向けて M&A 合併買収を活用した事業承継の事例も紹介されました。仙台の経営者も、まあ、他の県と同じようにやはり社長の高齢化というのは進んでますので、この事業承継というところで M&A を活用するということを身近に感じてもらえるきっかけにしてもらいたいなという思いでございます。県内企業の経営者を対象にしたこのフォーラムは、企業の成長・発展のための情報発信をしようと、去年に続き2回目の開催となりました。